床に落ちてた500円玉拾ってポッケに入れたとか、そういうレベルではない。2018年11月19日の夕方5時過ぎ、6時前ですかね、速報が飛び込んでまいりました。あの日産カルロス・ゴーン会長が逮捕されるかも。実際強制捜査、特捜部による強制捜査が入り、騒然とする現場の映像がテレビから流れておりました。その逮捕されるかもしれない容疑とは、有価証券報告書の虚偽記載。いや、これやべえなぁと、やべえなぁと思ったのは、私、日産の株主だからです。もう十数年、日産の株主をやっております。というわけでね、今回は私、日産の株主、ステークホルダーだという、利益該当者だということをね、さっぴいて見ていただければと思います。そして有価証券報告書の虚偽記載と言ってね、真っ先に思い出すのがこれ、あのホリエモンのライブドアです。この株券今や紙切れなんでね、有価証券報告書の虚偽記載とか言うと何と、ちょっとびくついてしまったわけですが、当初の報道ではカルロス・ゴーンさんの数億円の所得隠しとの報道だ、有価証券報告書の虚偽記載、これをごまかすケースっていうのは多々あるんですが、大体その動機というか理由が、赤字の会社を黒字に見せかける、これは会社が赤字になると株価も下がりますし、銀行からの借入金の金利も高く設定されちゃったり、とりわけ日本の銀行って晴れの日に傘を貸すって言われるぐらい、少しでも怪しい会社にはお金を貸してくれませんし、健全な会社でも担保とか紹介とかそういったものがないとお金貸してくれないんです。だから赤字会社なんてもってのほか。そこで有価証券報告書をこう鉛筆なめなめしてね、ごまかす、これはよくあるケースで、もちろん罪になります。またこちらのケースなんかで行われていたのが、自分のところの会社を大きく見せる、実際には10億円ぐらいしかない売り上げを100億円にする、そうするとすんげえ儲かってるような会社になるんで、株価が上げ上げ。株価が上がるとどうなるかというと、株式交換による M&A、 この時にとても有利に他の会社を買うことができる。例えば100万円の会社があって、自分とこの株式が1株1万円だったら100株必要なんですが、自分とこの株価が10万円だとなっていれば10株です。そこで自分のところの会社を大きく見せて株価を上げ上げにするために鉛筆なめなめ。また上場企業にとっての株式、株券というのは現金と同じなんですね。 M&A にも使えますし、市場で売却してそのままキャッシュを手に入れることもできる。だからこの有価証券報告書というものは正しく書かなければならないことになっている。いろんな考え方ありますが、株式市場、私は賭場、博打場に限りなく近いと見ています。そこで大切なのはフェアネス、公平性です。古い時代劇なんか見るとね、入りやすってこのカラカラカラカンってこの長範博打でイカサマこくやつはね、こうちょっとねガンやられちゃったりとかするのは、公平公正じゃなければ博打って成り立たないんですよ。だから株式市場という賭場にエントリーする上場企業には正しく情報を開示する義務があるんです。言うなれば有価証券報告書というのは競馬新聞みたいなもので、そこに書かれている馬体重、馬体重とか前走の記録、前のレースの記録とか、ここを嘘ついちゃったら競馬の予想が成り立たない。同じく上場企業、株式投資をする際も、その会社の財務状況とか売上とか役員にいくら払ったか、こういうことを正しく載っけなければならない。今回のカルロス・ゴーンさんはそれに違反した容疑、いわゆる疑惑は深まった。ただ従来の有価証券報告書というのは赤字を黒字にしたり、ちっちゃい会社を大きくなっちゃったとかね、そういう方向だったんですが、今回のはてめえのところに入った所得をこうごまかしていた、100億円あった所得を50億にしちゃったとか、他にも容疑があって、会社の投資用のお金を自分の都合をよく使っちゃったりとか、他にも会社の経費を使い込んだとか、額はでかいんですけど、やってることみみっちくって、平たく言うと猫ばば猫ばば。ですから正しく見出しをつけるなら、カルロスゴー猫ばばしちゃったの巻。もちろん猫ばばといっても、床に落ちてた500円玉拾ってポッケに入れたとか、そういうレベルではない。
100億円もポッポに入れときながら50億しか計上しなかった。でこの計上しなかったということは、つまり会社の経理とか事務とか全部通ってるわけですよ。平たく言うと会社ぐるみで猫ババに協力していたんです。だから今後日産の社内の問題というのは必ず問われることになるでしょう。ただこのタイミングでなぜその猫ババがねバレちゃった、ボーン猫ババの巻きがバレちゃったかというと、今年の6月から日本版司法取引という制度ができていて、まあ、いわゆる罪を白状する代わりにちょっとねこれ見逃してよという司法取引制度が6月から始まって、日産はこれを利用したと伝えられております。そこから見えてくるのが、実際の車の検査逃れとかあそこら辺の不正と同じで、不正を見逃す体質が日産にはあったんだなと。そして司法取引をしなければならない大物、あるいは本社中枢の組織的な関与があったのではないかと私は見ています。株主として実に残念。とはいえ、一説にはクーデター説というのも出ています。暴君カルロス・ゴーンを追い落とすために仕組まれたんではないかとかね。この番組ではおなじみのテレビ朝日社員玉川徹さん、彼はクーデター説を採用したようで、日産は今電気自動車にシフトしている、電気自動車とかやりたくない勢力がいて、それがゴーンさんを追い出したんではないか。私もクーデター説はあるとは思いますよ。ありますが、玉川さん、電気自動車へのシフトというのは世界的流れなんですよ。 EU では2020年とか2025年とか近未来にガソリン車の販売ができなくなっちゃうんですね。彼の視点発想っていうのなんかいつも陰謀説。私もクーデターかなと正直思っています。それというのは、日産の親会社、まあ、日産が2兆円を超える大赤字を抱えた時に助けてくれたのはルノ、そしてその時に乗り込んできたのがカルロス・ゴーン、別名コストカット、バンバンにリストラして工場を売りまくって V 字回復、あれだけ売りさばいたらどうとでもなるよねっていう見方もあるんですが、まあ、いずれにしろ V 字回復をしました。そして今現在どうなってるかというと、ルノーグループ、ルノー日産、そして三菱、この3社で世界の自動車販売台数の2位なんですが、その内訳を見ると、世界で1060万台売っている中、ルノーグループが売っている中、その半分がやっちゃえ日産、日産が売上の半分を占めている状態なんです。その一方で日産の親会社のルノー、日産の株式の 44% 弱持っています。このルノーにはフランス政府からお金が入ってきて、このフランス政府の今のトップはマクロン大統領はもうさ、めんどくせえからさ、日産とか三菱とかルノーみんな一緒にしちゃって、みんなルノーにしちゃえばいいじゃん、ビバフランスみたいなことをほざいている、おっしゃっているそうです。するとね、いくらそれは昔助けてもらったとはいえ、今俺のところだからお前稼ぎ頭なんだよと日産の社員が思うのは無理からぬこと。そこでルノーになんかなりたくないという日産の社員とか幹部の声があるというのも本当で、そのためにコストカッターのゴーンさんを追い出す戦略を練っていたのではないか。私がクーデター説を支持する理由はここにあります。決して電気自動車なんかやりたくないではありません。それにつけてもテレビを見ていると死ぬ時代になったなと、このカルロス・ゴーン猫ババ事件からも確認できます。というのは TBS の朝ちゃん、この番組の中でカルロス・ゴーン猫ババ事件を伝える際に、日産の上場廃止もあるかもねなんつってね脅すわけですよ。だがちょっと待ってほしい。今回100億円、まあ実際には50億円有価証券報告書に載っていないお金がゴーンの懐にこう入ったわけですが、現時点で報道されているのは、この50億円のポッポというのはもうすでに3期前、2015年までの話。さらに言えば、50億円ポッポに入れられてもびくともせず、昨年なんかは過去最高益を叩き出してるんですよ。最新の四季報によれば、今期の通期利益の予想がなんと5000億円。11月8日に発表した今期の上期で、すでに2018億円の純利益を叩き出しているのが日産。それが過去の50億円ポッポで上場廃止とか、まるでこう逆向けとかできるでしょ。これができたら、もういずれそこからバイキンが入って破傷風になって死んじゃうとかいうようなもんだって、アホか。
で、もちろんこれからね、何かもっといろんなボロボロ出てくれば分かりませんが、現時点ではゴーンの猫ババ案件なんです。そしてそれを見逃した日産のガバナンスというものはもちろん問われますが、ただ赤字を黒字にしたり会社を不必要に大きくして、その大きく見せたところで M&A をやって、その M&A で利益を叩き出しているような会社ではない。もちろん罪は罪ながら、ゴーンの猫ババは罪ながら、それをもって上場廃止とはかなりの飛躍です。ついでに言えば、ゴーンが絶賛猫ババ中の四季報、これを見ると確実に利益を積み増しておりました。つまりゴーンが猫ババしやがった、50億円ポッポに入れたこと、これについてね、怒っているのはね、俺株主はそれはもう怒らなきゃダメ、冗談じゃねえよと、ゴーンの50億こっちにちょうだいって話、こうした企業トラブルというものは株式市場はとても嫌うんで、フランスのルノー株が 15% ダウン。ただこれもからくりがあって、先ほど説明したようにルノーグループの販売台数の半分を日産が叩き出していて、今回のゴーン猫ババ事件で日産が、もうルノーさんお世話になりましたけど、ここらで私たちはね、もうそういうね、と距離を置かれちゃったりした時に困るのはルノーなんです。だからルノー株は 15% ダウン。さて、それでは日産の株はどうなったか。ゴーン猫ババ発覚が11月19日翌11月20日マーケットが開けてすぐ、日産株は取引成立しませんでした。売り注文が相次いで、なかなか値段が決まらない、株価が決まらない状態が続きましたが、まあすぐに値段がついて50円安、前日がだいたい1000円ぐらいだったんで 5% 安。というのはこれもう足し算引き算の話で、ゴーンさんが50億猫ババしましたと、それでも会社は最高益を叩き出している。仮にゴーンさんがこの50億すいませんでしたって返したとします。そうするともうこれ50億円単純に純益になるわけですよ、まあ、返ってくるかどうかは分かりませんが、現時点で会社の経営の根幹を揺るがすようなネタは出ていないということ。もちろんだからね、ゴーンの猫ババはね、私は株主として絶対許しませんが、マーケットというのはシビアに、とりわけ冷静に数字を見られる人たちが参加しておりますので、ゴーンが捕まったら大変だとかやってますが、株式市場はクールで、ざっくりとテレビ報道、新聞報道を見ていて、まあそこら辺のメディア関係者はまあ主にこんな人たちばかりなのですが、みんなうわー大変だと大騒ぎ。ただ繰り返しになりますが、50億猫ババはすでに3期前の話で、そして猫ババ中も絶賛上げ上げ、増中増益を繰り返していた。そうした事実から考えた時に、日産がどうにかなるっていうよりも、まあゴーンさんがお縄になってね、監獄ロックを歌うようになるかもしれませんが、日産がどうこうなるというのは現時点では算数ができない人のお話。まあ、いずれにしろ株式投資は自己責任です。私の父がこう言っておりました。博打は泣くならやるな。というわけで、ゴーン猫ババ事件で日産の株価が下がって、奥歯を噛みしめる今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回もワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。